今回はスペインで活躍している久保選手が右サイドで見せたドリブルの特徴を紹介します。ボールの置きどころ、体の向きなどはとても参考になると思います。もしこの動画があなたの役に立ったのであれば、チャンネル登録・高評価で応援してください。それではどうぞ。黄色が久保選手の所属するビジャレアルです。ここでは9番が久保選手と仮定しています。右サイドでボールを受け、2番のディフェンダーに仕掛けていくときに、まず縦突破を狙う場合です。1つ目は縦の突破を狙う場合です。細かいタッチで相手に近づき、相手の様子を伺っています。相手も迂闊には飛び込んできません。そこで一度左足のアウトサイドでボールを止め、タッチラインに対してお尻を向けるような体の向きを作ります。そこから少ない体のモーションで縦の突破を狙い、相手を置き去りにしていきます。この時のボールの置きどころは、相手が足を出せないところにピタッと止めるので、ボールに対して意識を取られることがありません。体の向きも中にも縦にも行けるような状態で作っているので、相手の反応は後手になりやすいのです。次に久保選手が同じような状況でボールを受けた時に行っていたプレーは、ディフェンスラインの背後、キーパーとディフェンスラインの間にスルーパスを狙っています。久保選手がボールを持って相手の足を止めることができると、11番の選手が斜めに走り出しスルーパスを受けようとしています。次にスルーパスを狙う場合です。ドリブルが上手い選手はドリブルだけではパターンが読まれてしまいます。相手の思考もドリブルで抜かれないように、時間を作ることや距離を少し空けることを考えています。つまり相手との距離を保ってドリブルすることになるので、パスへの警戒が少し低くなります。そこでスルーパスを出せるような状況を作り、スルーパスを出していきます。このようにドリブルでかわせるような状況を作りながらパスに切り替えてくると、相手は意表をつかれます。また次の場面でパスが来るのか突破が来るのか相手が迷うことになるので、すごく効果的なプレーになります。そして次は久保選手ならではの中へのカットインです。同じような状況でボールを受け、縦スルーパスと違うプレーを見せると、相手は若干でも縦への意識を持ちます。そこですかさず中へカットインを試みています。縦突破、スルーパスと同じようなボールの持ち方をしてボールを持ち出しています。久保選手のすごい特徴の一つとして言えるのが、ボールを止めた後のタッチのスピードです。ボールが次触るとき、一番スムーズに触れるポイントにいつもボールがあるので、ボールと体が一つのような印象に見えます。そうすることでスピードを増しているように思います。これらはボールの置きどころの失敗例です。この状況では足元にボールが入りすぎて、ボールがどこにあるかわからなくなっている状態になっています。この状況はボールが足元から止まっていない状況になってしまい、相手が狙える状況になってしまっています。今回は久保選手が見せた右サイドでのドリブルの特徴を紹介しました。体の向きなどボールを止める位置、それらはすごく参考になると思います。ぜひチャレンジしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも動画配信していきますので、チャンネル登録・高評価で応援してください。よろしくお願いいたします。このドリブルに関しての質問などはコメント欄にお願いいたします。